はいどうも僕です。さあということで今回もドラゴンクエスト10続きからやっていきましょう。ということで今回はおそらくラストになるかな。最悪の王との戦いが、前々回に終わりまして、その際に消えてしまった四つ毛の姫から残されたものということで、今回はこちら残された希望をやっていこうかなと思います。落葉の草原にいる少女コゼットが何か困っているようだってことで、今まではね四つ毛の姫のところまでこのコゼットが連れて行ったりしてくれていたんだけど、おそらくその記憶もコゼットはなくしてしまっていて、でコゼットのお姉ちゃんも四つ毛の姫として役目を終えて消えてしまったわけなので、残されてしまったこのコゼットの物語がどうなるのかってところだよね。ねえちょっとあなたの名前教えてくれない？ふーん、ユーシスさんって言うんだね。あのね、私お姉ちゃんロディアっていう名前なんだけど、急になくなっちゃったんだ。ずっと二人で旅をしていたんだよ。でも悪い人たちに襲われて、気がついたら私だけここにいたの。多分このロディアとコゼットがなんだっけ、悪夢の追手みたいなあいつらに襲われて、コゼットが殺されちゃったところで多分コゼットは記憶が終わってるんだろうね。その後ロディアが四つ毛の姫になって、コゼットがなんかその案内人みたいな感じになっていた間の期間の記憶は多分ないんだろうけど、私がここで気づいた時、あなたも近くにいたよね。何か知ってるんじゃない？もし知ってるなら教えてよ。教えるか。やっぱり知ってるんだ。私はなんでこんなところにいるの？お姉ちゃんはどこなの？教えて。わかるかな、コゼット。でもコゼットの年齢がわかんないけどさ、そんなこと急に言われてわかるもんかな。ユーシスはロディアたちと共に最悪の王と戦ったことをコゼットに話した。え？それって要するにお姉ちゃんは消えちゃったってってこと？嘘。そんなの嘘よ。そんなはずない。お姉ちゃん私を置いていなくなったりしないもん。そうだ。確かめる方法があるよ。あなたの話が本当だって言うなら、私を手伝ってよ。ほう。なんだ？やるか。手伝ってくれるのね。あのね、はぐれた時に行きなさい。これあれか？待って、行きなさいとお姉ちゃんから言われている場所があるの。なんか、どっか、他にさ行きたかったみたいな話をさしていた気がするんだよ。ロディアの回想シーンの時にあとちょっとでみたいな。うるせえドラキーム。でもね、その場所は特別な道具を使わないとわからない場所なんだ。だからまずそれを作る材料が欲しいの。ドラキーマまだ喋るんか。よし、静かになったかな。材料は雲霧の子っていうの。ジュリア地下廃校や賢者の隠れ家の奥にいる魔性雲って魔物から取ってきて。残された希望。なるほどね。約束の場所に行くために道具が必要ってなんだろう。どういうことなんだろう。何を作ればいけるようになるのか全然見当つかないけど。オッケー。さ、魔性雲をやっつけた。雲霧子を落としていった。これでオッケーか。これさ、純粋な疑問なんだけどさ、なんでコゼットをこの賢者の隠れ家に魔性雲がいること知ってんの？てかまず、なんで賢者の隠れ家なのにさ、賢者の隠れ家の奥に魔性雲がいるよって、そんな公にされてるの。全く隠せてないよ、エイドス。ねえ、エイドス？もうこれ隠れ家じゃなくて、ただの公開されたハウスなんだけど、公開された、ただの賢者の、なんか別荘みたいな、そういう感じになっちゃってるけど、大丈夫、エイドス的にそれ。持ってきたぞ、コゼット。あ、もしかして、雲霧の子を取ってきてくれたの？それなら、私に渡して。私だけにね。はい、どうぞ。渡した。ふーん、これが雲霧の子なんだ。お姉ちゃんから教わった。遮光の秘術をすぐ作ってみるよ。何それ、花火みたいな感じ。筒のようなものを取り出し、雲霧子の粉をぎゅうぎゅうと詰め始めた。はい。ふう、できたよ。それじゃあ次はね、私をお姉ちゃんとの約束の場所まで連れてってほしいんだ。遮光の秘術をオグリード大陸のギルザット地方で使えば約束の場所がわかるはず。ほう、まだいまいち分かってないけど、これ使ってなんで分かるんだ。それじゃあよろしくね。私はユーシスさんの後をこっそりついていくから、とりあえずギルザット地方に行けばいいんだよね。はい、ギルザット地方来ました。でここで使うってこと。はい。あ、来た。ここで遮光の秘術を使った。はあ。筒の先から勢いよく火の玉が飛び出し、遥か上空で破裂した。空に一筋の光が現れ、大地のある一点を照らした。ほう。ほう。ほ、お？これ？これか？え、これ？これかな？これっぽくない？わかんない。なんか、いや、
これだよな。なんかシンプルにそういう場所なのかなとも思えるけど、待てよ、ある、丸くなって、そしてその先はもちろんあの光が行ってる場所。なるほどね、行ってみよう。あ、場所はここか。あ、ここだ。あ、ん、あ、来た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 。まここで止まってる気がする。で、場所的にもここだよね。あ、これか。なんかちょっとだけ光ってるというか色が違う。はいはいはい、ここに向かってたんだ。どういう原理でここ来てんだろう。ここが約束の場所ってこと？約束の地ってこと？お姉ちゃん、いないみたい。でも、さっきの光を見たら、お姉ちゃんもここに来る約束なの。だからちょっと待ってみよう。でも来ないんだよな、来ないんだよな。いや、なんか悲しい。ユーシスが全然動いてない。そして、ユーシスとコゼットはロディアが現れるのを待った。しかし、いくら待ってもロディアは現れなかった。まあ、そのね、ギルザット地方にいなかったら見えないかもしんないしさ。お姉ちゃん来ないよ。ってことはユーシスさんの言った通り、本当にお姉ちゃんは、もう。あ？なんだ？あなたたちは、誰？なんだてめえ。我々はある王国の者。そなたたちこそここで何をしている？ここはお姉ちゃんとの約束の場所なの。お姉ちゃんが来るのを待っていただけ。約束の場所と申したか。もしや、そなたのな。え？私の名前は、コゼットだけど。なんだ、知り合いか？おお、なんだ？お帰りよ。お待ちしておりました。なんか偉い人なの？我が主、コゼット姫？何それ？姫って、どういうこと？どういうこと？ロディアも姫、無理もございません。ロディア姫と共に滅亡の危機に瀕した王国を脱したとき、あなたはまだあまりに幼く現れた。あなたはロディア姫と共に我らが祖国、エクゼリア王国の未来を担うお方なのです。エクゼリア王国、初めて聞いた。エクゼリア王国？お姉ちゃんの言ってた、私たちの滅ぼされた故郷が、そうなの？じゃあもうなんか3年とかそんくらいのスパンで逃げ続けてたってこと？我らが王国は悪しき者の手により一度は滅びかけましたが、今最高の時を迎えようとしております。故に我々王国の民は亡き王の後を継ぐ姫のご帰還をお待ちしているのです。お姉ちゃんはそんなこと一言も言ってなかった。お二人には追っ手がかかっておりました。おそらく追跡の目を逃れるために素性を隠しておられたんでしょう。時にコゼット姫、この者は、そしてロディア姫はいずこに。この人はユーシスさん、お姉ちゃんの知り合いなんだ。ユーシスさんがお姉ちゃんはもう帰ってこないって言ってるんだけど、私それを確かめたくてここに。では、ロディア姫は行方不明であると。まあ、行方不明ともなんか違う気はするけど。もしや、コゼット姫、ロディア姫より何か預かっているものはありませんか？預かったもの？預かったかどうかはわからないけど、これを持って出て渡されたものがあるよ。おお、すごい大事そう。なんだこれは。その指はまさしく王位継承者の証たるエクゼリア王家の指輪。なるほど。それを渡していたということはロディア姫やコゼット姫に王位継承を託されおつもりだったのでは？それって私に女王様になれってこと？そんなの無理だよ。私が女王様になんてなれっこないよ。まあ年齢が年齢だからな。まあでも、そうね。私、お姉ちゃんを探してくる。それで二人で戻ってくるから、ね、いいでしょ？
追っ手の件もありますゆえ、承服いたしかねます。どうか、我らと共に来てくださいますよう。大丈夫だよ、ユーシーさんに守ってもらうから。ダメって言っても絶対行くもん。まあ確かに僕がいれば大丈夫だと思うけど。姫のお言葉とあらば仕方ありません。我々はお帰りをお待ちいたします。必ず無事にお戻りください。いいんだ。あ、なんか意外と話の分かるやつでよかったけど。まあ、話の分かるやつって別に悪いやつじゃないけどさ。結局お姉ちゃんは来てくれなかったね。お姉ちゃんは本当にもう。私ちょっと疲れちゃったよ。一旦崖っぷち村に戻ろう。いやーなんか、救いがあるようなないような、なんとも言えないな。なんか、ロディア結局帰ってこないし、まあ、ねえ、姫になれって言われてでもって感じはあるけど、まあ、ただね、一応帰るべき場所はあるっちゃあるから、まあ、そこを考えるとま、良かったのかなとも言えなくはないんだよな。コーゼット大丈夫か？ロディアお姉ちゃん本当にもう帰ってこないの？そんなの私、信じたくないよ。ねえ、ユーシーさん、お姉ちゃんが最悪のを封印しているって場所を教えてよ。それはちょっと危なくないか？え？この崖っぷち村の光の川から行ける迷宮の先にあるの？そんな簡単に教えるな。なら私をそこに連れて行って。あ、まあ、連れてく？連れてく？まあ、でも僕がいれば大丈夫か。倒したもんな。まあ、倒したって言っても、封印できるギリギリまで削っただけだから、まあ、ちょっと危ない可能性もあるけどな。まあ、でも封印したから大丈夫か。あいつらがやってくれてるもんな。え？え？まあ、同盟組まないで行く？まあ、行こうか。これ普通に入っちゃっていいの？え、コゼット行けんの？こんなところ。まあ、確かに、行けるっちゃ行けんのかな？四つ毛の姫たちも入ってこれたし。あ、でもこん中って、あ、大丈夫だ。真っ暗なんじゃなかったっけって思ったけど、現実は解かれたんか。なんなのここ。こんな変な場所初めて来たよ。そらそうだろうな。ユーシスさんがいるから平気だよね。私、こっそり後をついていくから、お姉ちゃんのいるとこまで連れて行って、いやー、ちょっとそば離れないでもらっていいっすか？その、あと、こっそりついていくって、その方が怖いんだけど、後ろの方から、いきなり不意力とかの方が、え？マジか。また来ることになるとは思わなかった。ま、とりあえず、行っちゃっていいよね、これは。帝王の玉座まで。で、多分これ、帝王の玉座の奥まで行くのか。そこまで行ったら、ちょっとさすがに危ない気がするけど。とりあえず、そうだよね。玉座に関しては、もう幻惑が解かれて、誰もいない状況だから関係なくて。で、この、え、待って、これ以上行って本当に大丈夫？あそこでだって、最悪の王がいる場所だよな。まあでも、そっか、封印したから、特に誰もいないのか。だとしても鬼コンボとか普通に生息している場所だから、なんかシンプルに危ない気はするけど。これエルギオスじゃないのかな。どうなんだろう。ずっと思ってるんだけど、やっぱりエルギオスに見えなくもないよな。でも天使とかも言ってたしね。天使とか言われちゃったらもうそうにしか思えない。まあ翼が生えてるからやっぱ天使であると思うんだけど、あの石碑は何なんだろう。何も意味もなく書いてあるとは思えないんだよな。よし来た。ここからどうなるんだ。マジで見当もつかない。でもだって、封印解いちゃったもダメだから、そりゃないとしてさ。まあ、見せてあげたら気が済むかな、コゼットの。ごめんな、ロディア。こんなとこにコゼット連れてきちゃって。怒んないでね。ユーシスさん、ここに最悪の王とかいうのがいたの？もう何もないよね。わかんない。普通のモンスターだったらワンチャンありそうだか怖いけど。ロディアお姉ちゃーん！あ、指輪か。ねえ、お姉ちゃん。この大きな指輪は、お姉ちゃんのだよ。私、届けに来たんだ。私が女王様なんて、絶対に無理だし、お姉ちゃん、この指輪をつけて、
いつか戻ってきてね。あ、もしかしてそう光り輝くんじゃないかって思ったけど、今までね、お姉ちゃん結婚式の時とかさ、アクセサリーが光り輝くて結構あったけど。あ？え？急に何？そんな効果があるの？あれ。ここはどこ？あ。うん。聞こえる。聞こえるよ。え、そんな、うん。でも。うん。うん。わかったよ。大丈夫。私頑張ってみるよ。だから心配しないで。ロディア、お、姉ちゃん。ありがとう、ユーシスさん。あなたのおかげで、私、お姉ちゃんと話すことができたよ。できたんだ。私、急いであの兵士さんたちのところに行かなきゃ。ギルザット地方の約束の場所へ、もう一度連れて行って。覚悟決まったんだな。その年齢だとちょっとね、大丈夫か不安だけど。それじゃあ私は行くよ。ロディアお姉ちゃん、元気でね。あ、来たか。これはもう行けないんだな。オッケー。じゃあ、最後にギルザット地方戻るか。よし、来た。いや、よかった。でも最後にね、ロディアの話をね、聞かせてあげて、いきなりの別れだったもんね。最後に話聞かせてあげてよかったけど、ありがとう、ユーシスさん。何度もごめんなさい。お待ちしておりました、ゴゼット姫。え？なんでわかったん？ロディア姫はご一緒ではないようですが、やはり。お姉ちゃんは生きてるよ。私お姉ちゃんと話したもん。でもね、大切な役目があるから、すぐには帰れないんだって。まあそうだね。すぐにっていうか、永久にというか、まあわかんない。まあ封印ってね。まあ封印している間は永遠に帰れないって考えるとちょっと難しそうだけど。私、お姉ちゃんに頼まれたの。あなたにもやってほしいことがある。あなたにしかできないことって。それはね、役目を終えたお姉ちゃんが安心して帰ってこれる場所を作ること。エクゼリア王国の再興を果たすことなの。だから私、女王様になるよ。ご決断なされましたか。エクゼリアの旅も新たな女王の誕生を心より歓迎することでしょう。ですが、エクゼリア王国へと至る道の安全を確保するため、今しばらく時間をいただきたいんです。だったら私はあの場所に戻るよ。あそこならお姉ちゃんが帰ってきた時にすぐにわかるから。姫の仰せのままに、我々は道中の安全が確保でき次第お迎えに上がることにいたします。じゃあこれで女王様になったってことか。ユーシスさんがいなかったら、私これからどうすればいいかきっとわかんなかったよ。でもユーシスさんのおかげで、私にもやらなきゃいけない大切なことがあるってわかったんだ。本当にありがとう。これお礼だから受け取って。ブルーオーバーありがとう。いやー、なんかそうだね。これで残された希望クリア。まあ、最後に会話もできたし、ここで決断もできたし、エクゼリア王国というね、故郷も戻ってきたわけだから、まあ良かったのかな。ハッピーエンドなのかな。それじゃあ私は崖っぷち村に戻るね。本当にありがとう、ユーシスさん。あ、かわいい。いやー、こんな女の子できるかちょっと不安だけど、これでじゃあ終わったのか。うん、終わったっぽいね。じゃあ最後にコゼットに話をかけて終わろうかな。エクゼリア王国がどんなところだったのか、私全然覚えていないんだけど、行ける日が待ち遠しいよ。すっごく立派な王国にしちゃって、ロディアお姉ちゃんが帰ってきたらびっくりさせちゃうんだ。その時はユーシスさんもエクゼリア王国へ遊びに来てね。絶対に約束だよ。いやー、じゃあこれで終わりか。コゼットもね、まあそうだな。四つ毛の姫たちは帰ってこないけど、まあこの帰ってこない中での最大限のハッピーエンドにはなったんじゃないかなと思います。いや、コゼット
まあそうね、女王様としてこれからやっていくってことか。なんかね、こういうエクゼリア王国の話とかも聞きたいけどね。まあそこら辺はないのかな。ということで、とりあえず、今回で最悪の王との戦いは終わり、そして、まあ最悪の王との戦いは終わったか。で、残された希望も終わったということで、じゃ、終わりますか。いやー、ほんといいストーリーだったわ。長編のクエストでめちゃめちゃ感情移入もできたし、最悪の王との戦いも楽しかったしってことで、いや本当にあのダークドレームの時と一緒でめちゃめちゃ楽しいクエストでした。ということで、まあサブストーリーとかも結構あらかた終わってきたんで、まあそろそろバージョン3に移りたいところなんですが、そろそろドラクエ10オフラインがね、発売されるので、まあバージョン3をやる前にまずはねオフラインの方やっていこうと思うので、ちょっとの間ねドラクエ10オンラインやることちょっとヒント減るというかなくなると思うんですが、まあドラクエ10オフラインもやっていこうと思うので、そちらもぜひ見ていただけたらなと思います。それでは今回はここまで。バイバイ。